おはようございます。おはようございます。村井座長をはじめ構成員の皆様にはご多忙のところ本当にありがとうございます。1月の26日の第1回会合では ICT を導入して成果を上げたユーザー事業者とこれから ICT 導入に取り組もうとされている旅館業の実情を紹介していただきました。本日はクラウドサービス等を提供する事業者の立場から地域の小規模事業者に ICT を浸透させるための課題についてプレゼンテーションしていただきます。 ICT が浸透することで地域が良くなる、そのような実例がたくさん作られるように引き続き構成員の皆様方活発なご議論をお願いしたいと思います。お疲れ以上です。